ということでですね、はい、下田さん、こ、はい、ちらえーと右側に置いてありますパネルというか色紙ですね。これいいですね、これあのちゃんと裏拍手じゃない方ですよね。そうなんですよね、うん、裏じゃないんですけれども、はいえー、昨日のですね第四夜の田中俊之さんからお預かりしましたお題でございます。はい、これ字合ってますよね。じゃ一瞬不安合ってるな、大丈夫やな。一瞬不安になるんですよね。合ってるよなこれ。<laughs> はい、あ、あげたさん、そちら読み上げていただいてもよろしいでしょうか。はい、これは祈りという字ですね。はい。はい。こちら、何か田中さんから聞いてますか。聞いてないですよ。なぜ祈りかっていう。いや、聞いてない、です聞いてないですあ、そうですか。えっとですね、こちらはですね、下駄さんが、まあ、こう一緒に、田中さんと、ご一緒にですね。心霊スポットなど行った時に、こう手を合わせて。 お祈りをしている姿をよく見かけるとああ、僕がねはい下田さんがよく手を合わせてるとであ心身深い方なんだなっていうことでお題を祈りというものにしたそうですちゃんと意味あるんですねそうなしっかり結構エピソード付きの話を聞かせていただきましたいや感動しましたそんなことを考えていらっしゃるんですねはいい田中ありがとうござます本当にはい。 ということなので、下、はいえー、タさん、ですね今日はその祈りというテーマでですねお話をいただきたいなと思うのですが、はい、はい、分かりました、はい、きタイミングでよろしくお願いします。はいでは、もうまさにその祈りに関してのお話をじゃあ今からさせていただきますね。まあ、この絵にもこの合唱しているような絵が描いておりますが、まあ、この合唱も意味があります左手は、まあ、ある意味現世です。 で右手がある意味極楽浄土みたいなそんな意味が実はありましてですねそれをこう2つ合わせることで、えー、まあ現世とでそしてあの世と一体となって成仏を願うという意味です仏教的にはね。 あのまあ神道に関しては次、柏でとか言ってねあのこうパーンとかやるんでまたちょっとあれはあの合わせているというかは別なんですけれども一応そういった意味があったりもします。でこのまあ仏教にしろ神道にしろ何でもそうですがまあお寺に行ったり神社に行ったりしたらまあお祈り祈りまあやりますよねいろんな宗教でもやりますが特に日本ではまあ神社とかお寺が多いと思います。 まあ僕も88箇所巡礼、ね、あの歩いて行った時にですねその祈る意味というのをね結構考えながら歩いたこともありますね。あのお寺に行ってですね別になんかそのお金くださいとかも別に思わないしなんかこうしたいとかもないしどうしようかなと思いながらまあでも形式上そういう感じでするもんだからしとこうって言って最初はお寺行ったらまあ手合わせてであの漢字台は産業字とか言ってねあのちゃんとお経も唱えてってやってたんですけど、まあ、20二十 1>, 1か所目ぐらいから変わってきましたよね。あの無事着きましたと。だからそんな感じに変わっていきました。だから、あなんかやっとこ、まあ、こ,こまであのなんとか来れました、ありがとうございますみたいな感じになってたんですよ。これはすごく自然になってたんですけどもね、でもどうやら、あのそれが本来の姿らしいですよあの。何々してくださいとか、こうなりますようにとか、あのその前にまず今現在、ここに立てて、ここにお参りできるということに感謝すると。 いうのがあの実は一番まず最初にすることなんですっていうふうにまああるお寺さんがおっしゃっていてでまあ、それから考えるとまあ、ちょうどおなんかそういうことをしてたのかなと、まあ、88か所10年が歩いててねやっぱしんどいんですあれめちゃくちゃしんどいんでまあ自然とそうなりますから、まあ、やっぱりなんかそういうふうに、えー、ねこうある程度こう辛い思いというか、えー、やった人がもう行き着くのはそこなのかなというふうには思います。 でその中の神社のお話になるんですけども、これですね、今からもう20年くらい前の話で、男性から聞いたお話です、でその方が小学生の頃ですね家族みんなで島根,島根県に遊びに行ったと。 で島根県に行ったらあの石見銀山っていうのがねありまして、まあ、あそこはあそこで、えー、それこそ田中さんのお話でちょっと石見銀山のね怖いお話とかいうのも、まあ、実はあったりするんですが、まあ、そういった炭鉱鉱物が今もね、えー、取れてでお土産物屋さんでんなんかそういった鉱物とかなんかいろいろ売っています、えー、そこにですね、まあ、実際に家族と一緒に入りましてでそしたらああいうとこってすごいひんやりしてるんですよね 夏すっごい暑い日に行ったんですけど中はなんかすごく涼しいとで、えー、当時小学生の、えーまあ、この人じゃあ J さんって言いますけども、えー、その J さんがです、ね、小学生で中に入ってわいわいやってるわけですよでそしたらあのお父さんとお母さんがです、ね、怖くないのかと、ね、その中なんでやっぱ暗いじゃないですかじゃ、えー、全然怖くないよ楽しいよって言うわけですよねでそれを見ていやお兄さんになったね っていうようよな、まあ、そんな話をしてで、そしたら J 君はちょっと喜んで、ですねなんかえへんみたいな感じでねやっぱなるわけですよ。小学生の男の子ですし。でその後、次ね、ね出雲大社に行くわけですよね。はいまあ、これ一応、出雲大社でも全然いいとは思うんですけれども、一応正式名称はこれ出雲大社って言います。で、えー、まあ,あそこ、有名ですよね。めちゃくちゃ有名ですよ。であそこ、一番、えー、こう見てバンと出るのがあの大きなしめ縄ですよね。 めちゃくちゃ大きいです。えー、もしかしたらこの中でも、えー、実際ご覧になられた方もいるかもしれませんが実際見たらめちゃくちゃ大きいのでもし、えー、行かれたことのない方はぜひ見に行ってください。予想以上にはるかにものすごく大きい立派なしめ、えー、縄です。であそこってですね僕も実は、えー、もう10年以上前にね行ったことがあるんですがその時にしめ縄のこの切,切,切れてるところねこう切れてるところあそこにね めちゃくちゃゃく小銭が挟まってるんですよ、まあ、これ僕ね10年以上前なんで今どうかは分かりませんよすんごい挟まってるんですよもうプス,プス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 いっぱい入ってますで当時20年前、えー、そのジェイ君小学生の頃にですねその出雲大社に家族と行って、まあ、観光ですよね新人深いというよりはでそこへ行った時に、えー、その男の子がしめ縄見るんですよあいっぱいコイン挟まってるとねでこういうの見たら子供やりたくなるんですよね でそれで自分の持ってた小銭、100円って言ってましたけど、その100円をですねこう頑張って投げるんですよ、上にこうやってね。投げるんですけどね、そんなになかなかこうパスッと入らない。ポローンと落ちて、チャリンチャリンって言って、もう一回やろうって、こうやってチャリンチャリンってやるわけですよね。で、それをね、そのお母さんだったかな、が見ててね、ちょっとやめさせようと思ったんですって、なんかはたから見てね。で、ちょっとちょっとって言って、えって言って、シュッってやったら、スポッて入ったんですよ。あ、入ったと思って。 でそしたらお母さんがもうそういうことをやったらだめだよとあのお金はさい銭箱に入れないとだめですよとこれ実はあの今現在ホームページ、えー、出雲大社書いてますし、えー、め縄にお金刺さないでくださいこれ,いやこれ、ね、本当に書いてるんですよだからあの書くぐらいだったんで、まあ、本当に、ね、ものすごいこう言えば刺さってたんでねだからあのこの話を聞いた皆さんはもし、まあ、今ちょっとどうか分かんないですけどもしめ縄にプツプツ刺さってでもあのあしないように、えー、ぜひお願いしますと。 で「えまあ、刺さったんですよ、ね、でダメだよ」って言って「あごめんごめん」ごめんって言ってでそこから離れようと思った時に「チャリーン」って音がするんですよ。あれと思ってみたらね「五十円玉が落ちてたそうです」え。た多分なんですけど、まあ、その刺して五十円玉が落ちてきた。でそれで「あこれ神様からのおつりかな」と思ったそうなんですよ。まあ、でも「まあ、おつりです」って言われてもらったわけじゃないので。 それでちょっとおりだと思ってパっと取ってぱっと握っていったんですけど若干のこの何ですかねちょっと罪悪感というかねなんか本当に良かったのかなみたいなまあでも岩見銀山とか出雲大社とかとりあえず家族で旅行に来行て楽しかったということもあってその50円玉を持ったまんま最終的に旅行が終わって自分のお家に帰ったそうなんですよ。 でお家に帰ってからその J イ君の体にちょっと異変が起こってくるんですよね。でこれ何かというとまあね夜寝るじゃないですかで朝起きるじゃないですかでまた次の日夜寝るじゃないですか朝起きるじゃないですかその次は夜寝ますよね朝起きますよそしてねだん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 ねなんかおでこにこう。 腫れのというかなんだろうなと思ってえーみたいなそんな痛くないけどなでもまた、えー、どんどん日にちが経っていきますよねどん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 かすごい赤くなってきてで腫れていくんですよで触るとねだんだんあれなんか結構痛いぞみたいな感じになっていきますねであの実はお父さんとお母さんもこれどうしたのって何回か聞いてたそうです、まあ、でもいや分かんないこれなんだろうなとで、えー、ある日ですねおばあちゃん が、えー、自分のお家にに、まあ、遊びに来たそうですでおばあちゃんがお家に遊びに来てですねいろいろ話していくうちにその両親がおばあさんに「いや実はね」とあのうちの息子がさみたいなな,んかなっててねなんかおでこなんかできてんだよみたいな話をしててで、えー、そのジェイ君もですねおばあちゃんに「なんか最近なんかこここんなんができて」みたいなことをまあ言うわけですよね。 でそしておばあちゃんがあそうなのとか言って、まあ、要はジェイ君はちょっと恥ずかしいんですよここにこうなんかあのポコンってなってるのが赤くなってるのが恥ずかしいので、えー、でもおばあちゃんは全然そんな恥ずかしいことじゃないよとじゃあ,あの今日おばあちゃんと一緒に寝ようって言ってくれたでそれでその日はおばあちゃんと一緒に寝るわけなんですよねジェイ君はおばあちゃんのことものすごい大好きなんですよで、えー、次の日の朝起きましたで腫、まあ、れてるんですけど全然こうひどくなってないんですよ であ大丈夫だと。でおばあちゃんにあの「これ大丈夫だった」って「なんかあの治ってきた」って言ったら「えあなた覚えてないの?」って言われるんですよね。でこれが何かというとここからおばあちゃん視点なんですが夜中寝ていたら、えーまあ、その孫ねジェイ君ですよねがなんか途中で起き上がったと。で,あであお手洗い行くのかなと思ってたらそのままあの自分の勉強机ねそこの前まで行ってでその勉強机の前に立ってゴン ゴンてあの何回もんかおでこをこぶつけてたそうなんですよねそれを見て「えー、えー、えー、ええー、と思ってちょっとあちょ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 っと言ってこう引き剥がしてでその間もこうなんかずっとこうなんか暴れてる感じというかなんかこんな感じなんですよでちょっと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 ち布団布団って言ってっとりあえと布団に寝かせたらそのままちょっと寝とちゃったちらっとちょっとちょなと思いながらょっとちょっとちそのまま寝てるからじゃちょっとちょと思って、まあ、その日は寝たとちょっとちょっとと これなんだろうなということで、そのジェイ君にですね。あなたなんか勉強机なんかあんのって聞いたんですよ、ね。で、そしたらジェイ君がちょっとあしまったっていうような顔をするわけですよね。で、これ、何かというと一番最初の出雲大社でお釣りだと思って取ってきた。50円玉さっきちょっと罪悪感あると言いましたよね。あのすごく思い出の品なんですけど、ちょっと罪悪感あるんで、勉強机の鍵がつけれるところに。 入れて鍵閉めてずっと閉まってたそうなんですよ隠してたとでそれをおばあちゃんに言うわけですよねそのジェイ君的に何かあるって言ったらもうこれしかないということで,でこうこうこうでこの前あの一緒にあのお父ちゃんとお母ちゃんと行ったあそこのどうのこうのんでそれの50円玉をそこの中に入れてるんだけどっていう話をしたらおばあちゃんがそれ返しましょうかっていう話になったわけですよね。 あのそういったものはお釣りとかそういうことじゃなくてあのやっぱりそのお参り何でもそうなんですがえそういったものを持って帰っちゃだめだよと、ね、罰が出るから、ね、じゃあもしかしたらそれかもしれないから一緒に,あの神社に、えー、近くの神社でいいからお参りに行ってちゃんと五十円玉返しに行きましょうねって言ってでそれでおばあちゃんと一緒に近くの神社に行って、まあ、お金をおさい銭箱に入れて返したと。でえー、その 帰り道ですねでこれもね僕は聞いてすごいなんか不思議な話だなと思うんですけどあの白,くめ、えー、白爪草かってありますよねであれがこうファーっと咲いてるようなあまあ土地がありましてですねでそこであの四つ葉のクローバー探すって言ってジェイ君がね「ああそうなの、えー、そんな見つかるかな」って言ったらジェイ君が「ほらあった」ってすぐ出すんですよでえっ、ー、と「あらあったねと」と「すごいね」って言ってでそしたら「ほらここにもあった」ってすぐ出すんですよねあの某、まあ 深夜番組当時深夜番組でね、えー、なんか自分の子供がすごい四つ葉のクローバーをあのすごい探し当てるっていうね番組がまあ,ありましてですねあれ僕実は生で見たんですけど結構怖いですよ。 なかなかそんな四つ葉のクローバーなんかあの探しても出てこないですけどその時のジェイ君はずっと「あここにもあったほらここにもある」って言ってねどん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 探すんですっておばあちゃんが「ええー、と思って「ちょっと私も探そうかしら」って言って探すんですけど一、ね、個も見つけられないですよねその間に7つか8つぐらい四つ葉のクローバー出したそうですけども、まあ、その後、えーそのえー、机の上でゴンゴンっていうのは、まあ、なくなったと。 ジェイ君もです、ね、なんとなくその当時のことを思い出していて、まあ、なんとなくなんですけど、まあ、ポジティブに捉え,捉えようと考えたら、まあ、最後、その帰り道でものすごいなんか四つ葉の黒板を見つけたっていうのをんとなく神様がもういいよね、もういいよ大丈夫だよっていう風に言ってくれたのかなっていうふうには一応感じてますっていうお話です。ありがとうございいますはい、で今 あのー、ご紹介いただいたように明日ですね、うんえー、第6夜ということで、うん、DJ 響こと、はい、響陽平さんが担当されるのですが、はいえー、響さんにですね下田、はいえー、さんからお題の発表をお願いしますわかりましたあのねこれ色紙がありましてですねでさっきあの楽屋行ったんですよで楽屋行ったら色紙置いてるんですよであこれなんか色紙置いてんな思ってあじゃあサイン書いたらええんかなと思って僕一回サイン書いたんですよ <laughs> どうしたなんか、<laughs> あの皆さん、あの、楽屋に指揮し合ったと思うんですけあれに、あの、次の日のお題を書いて、ああわかりましたって言って、あのちょっとね、これやってしまいましたけれども、えー、明日のお題はこちら、音楽ですよね。やっぱこう、DJ 響さんも、あのだから、え、世界二位とかでしたっけ、日本二位か、あのね、DJ のスクラッチの、めちゃくちゃプロですから。 で、響、えーまあ、さんもです、ね、音楽にまつわる話絶対持ってますんで、えー、ちょっとこれはいこうかなと思って、えー、音楽で明あしたは、響、えー、さんに、えー、頑張ってもらおうかなと思ってます。はい。はい、言わずもがなのお題ですね。うんまあ、僕も、ね、音楽やってましたしね。じゃあ、共通の話題というか。あそうですね。 はいこちらじゃあ明日の響さんにですね「えー、この音楽」というお題をつながせていただきます。はいはい